汁だしでしょ、これだしだよ、だしでしょ、それこれをぶち込むんですよ、それを、それを味噌汁に使うんでしょ、そうなんです、うん、ちょっと、ちょっと投げ入れた。今日は味噌汁をね、具のない味噌汁、具のない味噌汁をたかし君に作ってもらいます。男の料理ですね、これは。具なし、具なし、男は黙って味噌のみ。卵入れる、卵入れる。終わってる、終わってる、冷蔵庫たまねぎだ。あ、あー、はいはい、マルタイラーメン美味しいですね。なんかコシがあるんだっけ、特に普通のラーメン。普通だった、普通だった、普通か。それ汁ついてんの？ついてる、ついてる。締めに入れるやつとかじゃなくて、じゃないの。あ、いや全然締めに入れる。あ、入れてもいいんだ。何の締め？なんか、鍋だ、なんか何の締め？飲みの締めとかに、ね、いろんなものが入ってます。それ一回も使ってない。電池とかガーゼ。それは何入れ。テープとかも入ってる。手袋。何でも、何でも入ってんね。置いたらどうするんだ。置いたら味噌いし。あ、でもこれマジ楽だわ。普通にいつも煮干しでやとか昆布でやってたんだけど、これは楽。たまじいつも昆布とか使ってんだ。使います。すげえ、だしをバッチリ。顆粒とか使わない。使いません、それ。昆布と鰹節と煮干しのだしでね、やります。すげえじゃん、ちゃんとやってんだ。確実にちゃんと取れますよ、確実に。俺いつもあれ、顆粒使ってたよ。ああ、ダメだね。本出しとかさ、ダメだね。ダメか、二流、三流、ダメだね。いや、待って、男はちげえ。男はちげえ、本物の男の料理は。そっから始まる。コンソメは使うんだね。コンソメもね、うん、あの、使います。使うんだね、コンソメは使うんだ。野菜を丸ごと煮込んで。ああ、なるほど。あ、超いい匂いする。この匂いを伝えたい。この匂いを伝えたい。俺まではまず伝わってきた。いいっすね、もう。はい、そうか、具が具がない。具はない。本当に味噌汁だね。入れるものは特に入れる、あの、なんか入れる食材は、あ、わかめ、わかめ、わか、わかめ、じゃあわかめ入れますか。わかめぐらい入れとく。入れすぎると大変なことになる。あー、もうね、溢れちゃう。あ、ちょっと薄い感じすぎて、うん、薄す、薄すいいんじゃねって感じ。はい、どうぞ。いただきます。薄いけど、もうちょっと使ったもんね。あー、うまい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 。これがあごだし。このだしのパワーを、あー、どうかな、薄い方がいい、濃い方がいい。あ、と、今でもちょうどいいより、いいより、ちょうどいいより、いいより。ちょうどいいより、ちょうどいいよりだったけど、濃くても全然。あー、これはもう簡単ですよ。男の出汁入れて味噌入れて終わりですね。お好みでわかめを入れたり。こんな感じでどうですか。あ、いいと思います。はい、完成です。はい、待っております。完成です。わかめが踊っています。踊っています。来てもいいか。これあのキャンプ場とかに持ってってもいけるね。キャンプ場だったら。ああ、そうだね。キャンプとかしたことないけど。するときは持ってこい。オーケー、できました。材料3つでできました。かなりおしゃれですね。シンプル。シンプルなのはこう味がね、大事になってきますね。味がね。ああ、湯気で見えねえ。湯気で見えない。わかめも見えない。すごいね。
この部屋の寒さが分かって。うめえ。うまいな。超うめえ。あ、顎ってこんなうまいんだ。これはうまいぞ。いや